木村洋二チャンネル。ダイレクトに書いた方がいいんじゃないの。今年も勝手なことをした僕を叱ってくださいと。宣伝よろしくと。キムネ、キムネでわかるかな。斉藤梢さんってすごくいい方だと思うんです。で、まあシャレですから、言ってもシャレですからね。それに乗っかってくれるだけのやっぱりね、あの方なんですよ。で、これ今渡しに行きますけれども、 HBC さんに去年はあれですか、主演さんにね、あの委ねたんですよね。また同じことする。去年と礼儀を重んじて斉藤梢さんに直接お渡しするってことをどうして考えないの、あんたたちは。いやー、でも HBC さんも社屋がね、新しくなってということは、もうこの動画を、木村洋二チャンネルを見てくださってる方にとっては、小津ね、ああ言っちゃった、デナイトで言っちゃったっていう感じでしょう、もう。いや、先に出しますよ。先に出しますよって、あんた今日出さなきゃダメだよ。それじゃあ出せんの今日。散々取ってきたものをボツにしときながら、おかしいよあんたたちは本当に。おかしいでしょ、これ出すの。それじゃあ、じゃあ今夜9時から小津喋るんじゃない、きっと。フッチーもいるしね、あの川端浩一さんもいるしね、あとね、本間理生さんっていうね、新しい子がいるんだよ、スポーツアナウンサーで。ちょっと行ってみよう。それじゃあ、あら、この贅沢な、あ、受付があるんだからこっちの方がいいんじゃないの。ダメだろこっち。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ちなさいって。去年1回だったら許すけれども、2回目はないだろうっていう風になりません、大丈夫。あ、思い出すわ、1年前、そうそう、あの守衛さんだった。ちょっと私お渡ししてきますからね、いなさいよここに。ステイステイステイ。重厚感のあるね、扉を開けますと、ガードマンさんがいらっしゃいました。屈強な、どうぞあちらへね。私がこっちから入ろうとしたら、どうぞあちらへって言われて、こういうのやんなきゃとかね、こういうのやんなきゃ、よーちゃんっていう気持ちをぐっと押し殺して、わかりました、私ぐっと押し殺して、3人ともいらっしゃいます。斉藤梢さんにお渡しいただきたいんですけど。かしこまりました。違うね、受付どこと違うんですか。うちもすごいけれども。かしこまりました、どうぞよろしくお願いします。ご苦労様でした、以上です。まあその間45秒、3人ともよくこらえたね。八地さん、八地さんっていう気持ちをぐっとこらえて、受付の鏡やね、素晴らしいと思います。いつものようにチャンネル登録はこちら。